せーの、トーミシー、はるか、おね、まほー、私たちはゼロでーす。はい、ということで今日ははるかを、琴音王に続きまほーになります。イエーイ。前回琴音王で私が優勝、おめでとうございます。はい、優勝させていただいたんですけども、今回は2人とも満点を目指して頑張ってください。はーい。難易度で言ったらどういう感じ？難しいって言ったんですけど、はるかを琴音王の問題見てたら多分難しくないかもしれない。マジ？これはいけます。全問正解していただきたい。優勝してないですよね、はるか。レッツチェック。魔法の場合何の質問来るかも予想できん。いきまーす。激激簡単。第1問、好きな色は？いや、これはさ、いつも満点の答え出しちゃうよ。ひねる、ひねる、これひねるも何もさ、なくない？2個あるでしょ、答えの中でも。うん。字がわかんない。え、はい、これでいいわ。これでいいわ、出ました。なんか雑じゃない？なんで？せーの、無敵ピンク。いきまーす、はい、これでピンク以外って言ったらさ、何って感じだよ。やっぱりピンクです。あー、これはね、イエーイ、ピンクでーす。なんか嬉しいですね、自分の顔。いや、簡単だからね。すごい。美容院さんがさ、この色にしてくれたわけじゃん。あ、そう、その前は何色が好きだった？黄色とオレンジが好きだった。はい、次。はい、私が2番目に好きな食べ物を答えよう。え、2つあります。どっちか当たったら 0.5、 はい、どっちも当たったら1ポイント。なるほど。結構単純。パンっていう感じだ。うん、もうパン。もう一個がわかんない。一番好きな食べ物言ってみて。せーので、魔法の。せーの、お肉。ああ、待って、わかった、ね、この反応でわかった。じゃあわかったのかな。せーの、芋と煮卵。ああ、卵。同じよ。あ、待って待って、煮卵なのか卵なのか決めて。はい、あ、卵。卵です。すいません、卵です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。それではいきましょう。2番目に好きな食べ物ですか？卵とお芋です。よっしゃー。1番はお肉。そうだよ。あ、やったー。1番は合ってる。卵って言った後の魔法の反応見たらわかるよ。あ、じゃあ次。はい、3問目。昨日何時に寝たと思う？絶対に遅いはずなんだよ。多分同じ。うん、同じ。うん、せーの、4時半。いや、3時半はね、早いよ。もっと遅いよ。それでは、いきます、はい、編集してたので、朝の5時半。あー、惜しい！あー、惜しい！そうだ、編集とか忘れてたわ。忘れてたな。それでは、はい。何でも。自分の顔のパーツで、一番好きな部分はどこでしょうか？これ簡単。いきましたか？いいよね。せーの。唇。ね、え？なんか口はさ、ここでないとも褒めてるイメージで、魔法がなんか、みたいな感じだったから、目かなって思ったうちは。なんか、そう、石原さとみさんに似てるっていう言われるのをとても嬉しく思ってるのよ。やめて。嬉しいじゃん。嬉しい、嬉しいです。だから、どこの部分似てるって言ったらやっぱ唇だと思うんですね。あと、リップ塗るとき楽しそう。さてば。さてば。正直迷いました。レッツゴー。唇。イエーイ。しかもめっちゃ早かったよ。唇。迷ってないじゃん、速攻やった。はい、5問目。こちら2人と質問かぶっておりました。小さい頃の夢は？小さい頃って小学生、幼稚園。でもあんま変わってないな、もう。ずっと。もうずっと。OKでーす。おー、早いぞ。絶対これ。せーの。歌って踊る人。テレビの前で踊ってるイメージあった。あー、うちの声ちなみに歌って踊るに入る。え、これずるくない？いきまーす。歌って踊る人です。イエーイ！待って待って待って、イエーイ！待って待って待って、すごくない？すごくない？すごくない？魔法の言葉に合わせた方が良かったわ。そういうことなんだって、このゲームは。うん。一番最初に習った習い事は何？一番最初にやったの何歳？小1くらい。待って、これかなぁ。いや、二択だけど絶対こっちだなって思う。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。ちょっと待って、答え言っちゃえ、答えるから。正解言うとしてる。せーの、
水泳。あ、一緒一緒。あ、そうだ、感じそうだ。え、なんで違う、かき氷の氷じゃなく。水泳ですね。はい。もちろんダンスです。まだ残った、わかってますか。ちなみに、ダンスと水泳、ほとんど差はない。でもダンスの方が先に始めた。あ、そうなんだ。S か M、どっちだと思う？どっちじゃん。そうだね、二択だね。これは気分によって変わるじゃん。相手の方はちなみに誰？相手にもよって変わる。ちゃんと好きな人。じゃあいきます。せーの、 S。 あ、一緒一緒一緒。聞いてみましょう、マホさんに。はい、ちょっとこの質問気を毒くないですか。マホはどっちもいけます。ポイントじゃん。セゴの曲で一番好きな曲は？理由は？いや、それ聞かないから一度聞いたんだろう。分かっちゃう。じゃあちょっと変えよう。アンサーチェンジ。アンサーチェンジ。いいですか？うん、花束。ハブ。あー。パラダイスか迷ったね。あーね。まあ、MV 撮ったからっていうのもあると思うんですけど。撮ったからっていうのもあると思うんですけど。パラダイスが一番好きです。あー、これだけよかった。パラダイスはやっぱりいつ聴いてもいい曲なんですよ。そうですね、この暑いね、カンカンの時期に聴くのが。カラオケのお箱は。なんでこれか当てられない気がする。待って、これ当てられないわ、ハルカ。アーティストだけで言うじゃん。あ、いいのそれ。うん、せーの、西野カナ。どっちも歌う。やっぱり西野カナを歌う率の方が高いから。確かに。諦めてます、この人諦めてます。わかるかな、これ二人。結構いつも好きっていうのは言ってるから多分わかるかも。わかんない。西野カナさんのオールウェイズです。西野カナさんのオールウェイズ。おお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 。続いて、ラストになっております。早ー。こちら、正解した方には1万円プレゼント。え、1万円やったやった。え、1万円やったやった。1万ポイントプレゼントいたします。いきますよ。はい。ここ1週間で使ったお洋服代はいくらでしょうか。うず。去年の夏とかさ、うん、真帆が爆買いした時に、うん、こんくらい使ったよっていうのは二人に言ったことあると思うんですけど。ある。1日にね。はい、そうそうそう、1日に。近い方が勝ちって言わせる。あ、いいよいいよ。値段が近い方が勝ちね。それでは、どうぞ。せーの。25万。え、だって15万は去年じゃん。え、去年は今。私が1週間で使ったお金は、マジで、最近すごい買い物してて。いや、でも二人なら分かってくれると思う。真帆のこの、金遣いの荒さを。多分5万円くらい。5万円くらい。ってことは？はるかじゃない？近いのは。え、はるかさん、1万ポイント獲得。答えられた量は私の方が多いんだよね。うん、5万円じゃ普通やん。でも買い物とか上手なんだよ。絶対にするほどだからさ。ごめん、ちょっと恥ずかしい。最後、逆転勝ちの、はるかちゃん、はるかおー。え、はるかお、魔法の優勝は、はるかでした。はるかおと、ことねおもやってるので、皆さんぜひ見てください。お願いします。この動画が良かったと思ったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。 SNS もお願いします。